<laughs> 話、これね、何の時かっつったら、えー、っと、カジノの審議の時なんですよ。うん、あの、カジノ法案が通るっていう時で。 でカジノの審議してる場合じゃなかったんですどうしてかって言たら西日本で豪雨があったからですね西日本豪雨ってたら岡山も含まれましたよね大変な被害でしたよねで豪雨被害があるのにもかかわらずそこに特化した話をしなきゃいけない今何が必要なのかどうやってこの豪雨災害の被災者を救うかってことを言わない話し合わなきゃいけないところでカジノの話進めようとしてるありましたね私も腹立ちました当時岡山が大水害でもう何百人と死んでるのに しかもたったすごい短い時間だったんですよねあれの審議もだからもうこれなんとか伸ばしたろうと思ってあの手この手でいろんな抵抗を試みた時なんですけどねどこの顔怖いっすよねもう映画以上に怖い <laughs> いやまあちょっとね怒りすぎちゃったかなっていう部分はあるんですよねあま,あま,あまああのねでもねえっとこの時に逆に言えばその えとカジノの審議だけれども豪雨の質問もしていいし、うん、それに答弁する人をあの委員会に呼んでもいいって話になったんですよ、ねうん、で結局それで例えば豪雨災害で要は泥に埋もれるわけですよね、うん、その土砂災害で,、はい、でまずやらなきゃいけないことはこの泥の除去なんですけど、うん、これが自衛隊は民家に入っていけないということで、うん、みんなボランティアベースなんですよ。うん でそういうところで一番重要なことは何かっていうのを現場に聞きに行って教えてもらって、うん、で要は小さな重機が必要なんだ、はい、で自衛隊は小さな重機持ってないんですよね、うん、どちらかというともう大きな、うん、うどちらかというと戦場仕様というか、はい、でこれじゃだめだと小さな重機をとにかく集めなきゃいけないんだっていう話をしたらこれ重機あの100台ぐらい被災地に入ることになったんですよ。 言えるってのはやっぱり国会議員のなんていうか強みですよね高井さんも本当にしつこく粘り強くやってたじゃないですか質問の回数だけはねもあでもたくさんさせていただきましたけども、うん、でもその中で一番自分の中で、うん、あのテーマにしてちょっとでも動かそうと思ってたことってそうですかまあそんなね代表ほど大きな話じゃないかもしれませんけど。うんうん 総合支援金って言ってですね、うん、あの生活困窮者の方がお金がないときに貸し付けで無理してしかも10年間で返済していいっていうこの制度をねまあ最初、6か月で打ち切りだったんですね、それをあのもう何度も何度も国会でもう毎回質問してまたかってもう厚生労働委員会では笑いが起きるぐらいですねバカにされながらもやり続けたらもう延長できたんですよ、9か月に。 あのー、なんだろうな。 これまでの政治が180度変わるというようなことは少数派にはなかなか難しいですけどでも着実に風穴開けるというかね物事を前に進めることってでできるんですよねあれで、ね、100万人ぐらいの方が救われてだからいまだに私ツイッターとかで総合支援金ありがとう、ね、まあただねこれが9か月で止まっちゃっててうわ12ヶ月まででしたいんですよね実はこの間 NHK 日曜討論でも私そのことを、ね、最後におっっしゃってました、ね、無理やり。 しかも岸田総理の公約なんです、選挙中に、総裁選中にインターネットの番組でやりますって言っておきながらいまだにやってないんでこれはぜひやりたいですね幹事長、ちゃんと言ってくださいって言ってましたもんね、ちゃんと掘り込んできたなと思いましたもん、アドリブでちょっと追加させていただきました最高でん。まだ非常に重要です、国会質疑というのは。